こんにちは。ビートルズワールドニュースです。ドノバン、ポール・マッカートニーとジョン・レノンの影に隠れていたジョージ・ハリスンの作曲の師匠になった経緯を語るとのニュースです。ドノバンは、1960年代にジョン・レノンとポール・マッカートニーの影から抜け出すために、ジョージ・ハリスンのソングライティングのメンターになったことを明かした。メロー・イエロー、サンシャイン・スーパーマン、ハーディガー・ディマンのヒットで知られるスコットランドのシンガー・ソングライターは、 ビートルズの絶頂期期ににに定期的に一緒に過ごしていた。レコードコレクター誌によると、彼はこう語っている。私はジョージのソングライティングの師匠になった。彼は何年もジョンとポールの影に隠れていたから、私は、いいか、君にちょっとしたコツを教えてあげよう。歌が生まれるように促す方法があるんだ。釣りをするように、からかってもいいんだよ。コードを弾いてからギターに耳を当て、オープンコードを聴いて、 テンポを試してみるんだ。信じられないかもしれないけど、メロディーが聞こえるんだ。メロディーは現れるが、それをキャッチするには素早くなければならない。ハリスンはその後、ヒアカムズ・ザ・さん、サムシング、ホワイト・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス、タックスマンなど、ビートルズの最も愛されている曲のいくつかを書いた。11月、ハリスンの未亡人オリビアは、 ザ・ビートルズのナウゼンのアートワークがどのようにして生まれたかについて驚くべき不思議な話を披露した私たちはある店でジョージがスクラブルの文字で作られた時計を見てナウゼンと書いたの彼はなぜかそれに惹かれて壁から外して買ってしまった彼は庭に小さなロシア風のダーチャを建ててそこに時計を吊るし25年間そこに置いたの2022年の夏の夏終わりに 彼女はそれをきれいにしてマントルピースの上に降りたと彼女は続けた。電話が鳴った。ポールからで、リアルラブと、フリー・アズ・アバードと一緒にカセットテープに入っていた三曲目のことを思い出しながら説明を始めたの。私は、覚えていますよ。そして私はそこに立って時計を見ていたの。ジョージが手に持っていたこのものが、どういうわけか魔法のように現れたことに、私たちはとても感動し、嬉しかったわ。そして、 これはジョージーが大丈夫と言っているんだと思うわ、と言ったの。この時計は、シングルリリースのビニールスリーブの裏面にも描かれている。この曲は、彼らの初登場1位から60年を経て、最近 UK チャートのトップに立った。1969年のジョンとヨーコのバラードを最後に、バンドにとって18枚目のナンバーワンシングルとなった。以上、どの番 ポール・マッカー・トニーとジョン・レノンの影に隠れていたジョージ・ハリスンの作曲の師匠になった経緯を語るとのニュースでした。今回は、ジョージ・ハリスンに関して、もう一つの話もお伝えします。ジョージ・ハリスンの、マイ・スウィート・ロードに込められた意味についてです。ビートルズ解散後の1970年、ジョージ・ハリスンは初のソロ、シングル、マイ・スウィート・ロードをリリースした。この曲は彼のトリプルアルバム、 オールシングスマストパスに収録され、商業的に大成功を収めた。この曲は15カ国以上のチャートで首位を獲得し、元ビートルズによる初のナンバーワンヒットとなった。この記事では、ジョージ・ハリスンのマイ・スウィート・ロードに隠された意味、物語、そして遺産について掘り下げていきます。曲の由来、ジョージ・ハリスンによると、マイ・スウィート・ロードのアイデアは、マントラ、 瞑想の際に集中力を高めるために頻繁に繰り返される言葉に相当する西洋のポックスを書くことだった。彼はエドウィン・ホーキンス・シンガーズのオー・ハッピー・デイのバージョンを聞いて、この曲を書くインスピレーションを得た。その曲のアイデアには本当にノックアウトされたし、主の偉大なフィーリングを感じたんだ。それでもう一つのオー・ハッピー・デイを書こうと思い、それが、 マイスウィートロードになったんだとハリスンは振り返った。ハリスンは1969年12月、デラニーボニーのゲストアーティストだったデンマークのコペンハーゲンでこの曲を書き始めた。他のバンドメンバーが記者会見に出席している間、彼は抜け出して、ハレルヤとハレクリシュナという言葉にコードチェンジを加えて遊び始めた。宗教的な色合いが強いため、ハリスンは当初、この曲を書くことをためらっていた。 多くの人が、主や、神という言葉を恐れている。彼は、自分自身に忠実であるために、とにかくこの曲を書くことに決めた。自分が感じたことなのになぜ自分に正直になれないのだろう、何かを強く感じたら、それを口に出すべきだという大切さを信じるようになったんだ。歌の意味、マイ・スウィート・ロードは、神とつながりたいというジョージ・ハリスンの深い願望を歌った曲である。この曲は、 彼の東洋の精神性、特にヒンドゥー教への関心を反映している。ハリスンは1960年代半ば、バハマでビートルズのヘルプの撮影中に、スワミビシュヌ・デブアーナンダの完全使い、ヨガブックを手にし、インド文化に興味を持つようになった。その後、インド音楽、特にシュタールとヒンドゥー教を探求するため、何度かインドを訪れた。ハリスンは生涯ハレクリシュナの消え者となった。 歌詞は比較的シンプルで普遍的な魅力がある。この曲のバッキングボーカルはヘブライ語のフレーズハレルヤとハレクリシュナのマントラをフィーチャーしている。ハリスンはこの二つのフレーズが全く同じものであることをアピールするために両方のフレーズを使うことにした。曲の最後にハリスンはもう一つの古代の祈りを引用しているが、これはスピリチュアルな教師への捧げ物となっている。当作。 1971年、ブライト・チューンズ・ミュージックは、マイ・スウィート・ロードがシフォンズの1963年のヒット曲、ヒーズ・ソー・ファインに似すぎているとして、ジョージ・ハリスンを訴えた。この訴訟はブライト・チューンズの財政難で遅れ、1976年に裁判となった。裁判所は、ハリスンは無意識のうちにこの曲をコピーしており、潜在意識下の盗作であると裁定した。 ブライト・チューンズ・ミュージックには160万ドルの損害賠償が認められた。しかし、裁判はこれで終わらなかった。というのも、ハリスンの元マネージャー、アレン・クラインは1970年代初期にハリスンの代理としてブライト・チューンズ・ミュージックと交渉していたが、1978年にブライト・チューンズ・ミュージックを買収することを決めたからだ。買収後、クラインはハリスンに、マイ・スウィート・ロードを売る交渉を始めた。 1981年、裁判官はクラインに二重の役割があったと判断し、ハリスンの損害賠償額を160万ドルから58万7千ドル、クラインがブライト・チューンズに支払った金額に減額した。この訴訟は最終的に1993年には会が成立した。この事件はハリスンに大きな影響を与え、彼は誰かのコピーライトになることを恐れ、しばらく曲作りを控えた。 当時の妻パティボイドは、彼が聴いた曲から無意識のうちに影響を受けていたかもしれないと、判決後は二度とラジオをつけなかったと述べている。ハリスンは著書、アイ・ミー・マインの中で、この事件についての考えを語っている。ヒーズ・ソー・ファインとマイ・スウィート・ロードが似ていることを意識して曲を書いたわけではないんだ。あちこちの音を変えるのはとても簡単だったし、レコードのフィーリングに影響を与えることもなかっただろう。 マイ・スウィート・ロードの遺産。ジョージ・ハリスンは1970年11月、アルバム、オール・シングス・マストパスのリードシングルとして、マイ・スウィート・ロードをリリースした。この曲は大成功を収め、イギリスやアメリカを含む世界中のヒットチャートのトップを飾った。イギリスでは1971年に最も売れたシングルとなった。何年もかけて、マイ・スウィート・ロードはハリスンの代表曲に成長した。彼は何度も、 このレコードのサウンドと歌詞の両方を誇りに思っていると述べているので、彼自身は気にしていなかったと思われる。以上、ジョージ・ハリスンのマイ・スウィート・ロードに込められた意味についてでした。今日も、ビートルズワールドニュースをご覧になっていただきありがとうございます。これからも、ビートルズのメンバーについてのニュースを掲載しますので、まだチャンネル登録をされていない方は、この機会にチャンネル登録をしていただき、そして、 またお会いしましょう。